ゾンビとは過去に囚われ、抜け出せない者たちです。彼らは真の解雇主義者なのですよ。キースマムは何でも知ってるって話だが、助言をもらうには高い代償を払うことになるかもしれないな。お前はハンカチ落としや鬼ごっこをしたことがあるか？大統領閣下は毎日午後6時にアニメをご視聴になります。ご視聴なさっている閣下を邪魔してはいけません。あなたがテキサスを日本の財団に売ったからこのようなことが連鎖的に起きたんでしょう。私たちが第四新東京に行くにはまだ早すぎるわ。あそこは危険よ。我が輩がこれから一番に教える、それは絶頂寸前の興奮と快感を保つ方法だ。知りたければ私の話が終わるまでじっとしていなさい。私が頭を担当します。私はアメリカのカウボーイですが、日本の侍でもあります。愛してる女を人間大砲で空に打ち上げれば空に輝く星になるんだ。葬式とはゾンビになった者を自然保護区に送ることだ。それが家族であってもな。ゾンビ同士で繁殖しないように必ず去勢する。